いやでも、こう今まで振り返ってテスト入団からですよねいや、まあ、半端じゃない貧困家庭で少年時代送ってまして、親父が僕が3つの時に戦争に行って亡くなったもんですから母子家庭で兄貴一人いるんですけどその母親がまた、僕は小学校2年生の時に子宮が。 3年生の時に直腸が2回大きな病気しましてね、はいまあ、その時はもう助からないと言ってたんですけどあ<ー>まあそれは奇跡的に助かって退院してきましたね、はい、だから私はそこが一番自分は運が強いんだなと思ったところなんですけどあそこで親<ー>母親が死んでたらもう現在の自分は100%ありませんから。あ じゃあお,お母さん病気からあの帰ってらしてこの母さんをなんとかうもう本当に想像を絶する貧困家庭でしたからまあそうおっしゃいますとちょっと具体的にはどんな風にいや住む家もなくて家ないんですか ?1,000 人ぐらいの事故1,000人ぐらいの小さな町ですけどはい、はい、そうですね小学校から高校出るまで4回、はい、あの。うん 家は変わりましてああ家賃の安いとこ安いとこ安いとこ高くなると、えー、安いとこ探していくんですけど家賃たまっちゃったりして、えー、もう最後はもうひどいうちでしたから、うんうん、そうですかでうちの家はそのあうちの町は日本海ですから雪が降るんですよ、はいはい、冬なんかね寝たらね、うん、顔にめっちゃめちゃ雪が, <laughs> 雪があ当たって寒くてね、えー 目が覚めるんですけどよくあの前必ず寝るときは窓を閉めて新聞紙を挟むんですよ、はい、隙間が空くから、うん、あ、風が入らないそれを時々忘れるんではい。はいはい、そしたら、うん、雪の日に顔に雪がかかるんですよそ,<う>そんなうちでしたじゃ,じゃ部屋の中も外も温度はほとんど変わらない、ね、ですだから小さい時は変な話ですけどお年生をよくしましたよ なんでですか？ちっちゃい小<あ>学くぐらいのもう中学校ぐらいまで,<ー>までおねしょしてましたかね。それは寒いからか、ねはは。寒いから。トレ行くのが面倒くさいから。それもあります。膀胱もちっちゃくなっちゃうのかね。寒さで、ね <laughs> えー。そうですね。いやいや寒いとおしっこ近くなったりするよう。しますよね。<laughs> ええー、まあそれは母親によく怒られましたけど。ええ、ね、なんでだっていう。この貧乏から。 どんなことをしてもそういう過程でしたから、はい、もう俺は大人になったら絶対金持ちになってやるとそ、はい、うん、だんだん中学ぐらいだからその気持ちがすごく強くなって、ええ、最初はあのちょうど中学入った頃に美空ひばりさんが私は2つ年下ですけど、はいはい、美空ひばりさんが、ええ、電撃的にデビューなさって、ええ、あれよあれよという人気歌手になられて。ええええ それに刺激されましたねよし、俺も歌手になろうとで、三空ひばらさん、小さい時からもう出てらしたけどそのデビューをご覧になっててあの、テレビで歌ってましたなかったですけど、映画館なんかでよくで、三空ひばらさんの映画もね、こう、ありましたから歌手歌手歌手もう、金持ちになるためには歌手音楽部入ってはい。 発声練習かかららね、全然わない、ええ、い楽譜おたまじゃくし一生懸命勉強してって覚えてやったんですけどどうもうまくいかなくてあ<ー>まあそれより何よりも歌がうまく歌えないのもありますけど<ー>好きになれないんですよどうしても。<laughs> ちょっと待ってください。監督なんか野球の木下さんまみたいに言われてますけど、おねじょして歌手に憧れてて、普通の子供ですよ、ね、普通いやそれちょっとだ <laughs> 大,大それた子供で、しかもあの歌手の要素が分かってないよね。こうまず歌う,うまくなくちゃいけないし、それだけじゃなくてだ自分ね顔とかいろんな要素あるもんね。<laughs> そ,こそこはあんまりお考えになってなかったな顔のこと。<laughs> れね、<laughs> 慣れると一瞬でも。 その後、まあ、歌手はすぐ諦めて、はい、何になれば金持ちになれるかと思って、はい、ちょうど映画ブームが来たんですよ、はい、で映画俳優よし映画俳優だと思っては <laughs> で田舎の小さな映画館で毎晩映画見に行って<は> <laughs> 映画見にってだって映画俳優にはなれませんよでもいやいや、うん、それを演技を見てたんですか何を演技を見てセリフを覚えて <laughs>、ええ、家帰って影の前でやってたんですよ真似して。 関東妻三郎さんあもう本当失礼ですけど「バカなコーナー」ってたそれはもう必死ですから半端じゃない<あ>貧乏だ貧乏から抜け出したいあまでうそうもう会社作って社長という夢がなんで出て、はい、<で>そうですよなんでそこにいかないんですか出てこなかったかとって僕小さな町ですから、はい、社長って呼ぶ人が考えたら一人もいないんですよね <laughs> いたいたと思いますけども <laughs> いやいやいないですいなかったんですか、はい あ、大きな会社を作るもう金持ちになれたらか歌手が俳優さんああそうかそうか頭にそうかむ村に来るのに来てあもう銀幕の向こうは大金持ちだとそうですそうですかそれでそこが雑して今度野球出てこないですね野球までこ帰ってねセリフを顔の前でやってたんですよ真似してはい 肩と藁に帰ってねこの顔鏡に映る自分の顔ジーッとて映画俳優イコール男前っていう固定観念があったじゃないすありますね今でもそうかもしれませんけど鏡見たこの顔じゃ無理だわと思ってすぐ諦めましたそうですかでもそれであとは何だ何になら金持ちになれるんだと思ってもうちょうど赤バットの鏡青バットの でもそんなことで野球に行くわけですからそんなことで失礼だけど第三志望ですよね第三志望第志望いや新聞配達してましたからスポーツ新聞見るといつも赤バット青バットねはい出てますね川を押した青田とかピッチャーだ別所とかねで僕の田舎の近くにね大友さんっていらっしゃって軟式のやってられたんですけど小学校のグラウンドで来られて えー、見に行ったすごい球投げるピッチャーがいまして、はいうん、その人が巨人に入ったんですよ、うん、そういうのもあってね、うん、オートンさんっていう、はい、よしもうこれ野球選手しかないとでもで中学3年生から野球部入ったでも先ほどの話はね極診でいらっしゃってバットを買うお金とかそんなもん一切<っ>もう卒業していく3年生で、はいはい 狙ってねだって、はい、強引にもらってやってました、ええええはあ、で自分に野球のセンスがあるなとか思うのはいつぐらいからいや野球部入って練習始,まっああ始めて、はい、結構うまく打てるんですよほ<う>おいで同級生が「お前野球うまいなごめん隠れてどこでやってたろう」って言うぐらいね、はい、自分でも不思議なぐらい なんだ簡単だな野球ってと思ってああやっぱそういうセンスがあったんだ、うん、なんでこんなのが打てないんだお前ら <laughs> <laughs> それでまあ中学から始めたんですけど、うん、すぐ4番バッタバッテー抜擢されてへええやっぱでもでもお,お父様とかおじいさんとかがなんかそういう運動の親父は3つの時にも死んじゃっていないんですけど、はい、まあ母親一人ですけど、はい、その家計に流れるその いないんですよ、そうスポーツ、あのうん、運動神経の、はい、いい親戚っていう、おやの兄弟とか、はい、おふくろの兄弟にもいないですし、そこまではね、でもこう、うん、それで選手になって、これでほあの三冠王とか、うん、そこまでは分かんない、それがこう監督にどんどんなっていくわけですよ、ね、いや、まあこれ、キャンプ、2月から始まりますよね。はいはい まあ最初、寮に入るんですけど、はい、もう最初、2月いっぱいはね、はい、夜、はい、寮の庭が満員の盛況なんですよ、素振りだ、なんだって。ところが2月終わって、3月になるともう半分以上出てこない、はい、もう3月に入って、シーズン入るともう、毎日を頑張るなっていうのは、2人、1人、2人。はい 2> うん みんな続かないんですよ、うん、そういう地道な努力は。はいはい、それね、あんな夜,夜、庭で出てすビンビン素振りしとったって、それはそつも面白くないし、はい、やったからやってすぐ出るようにならないし、はい、だから私は,私はずっと監督やってる間、若い選手にいつも言ってたんですけども、はいはい、努力に即効性はないよと、うん、だから毎晩、コツ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 やってる人間は、うんはい いいつか努力は裏切らないと、うんえー、そういうことをまあ言って指導者やってたんですけど、はい、まあ続かないですよいつの時代も。